うちの上司私のことを D ちゃんって呼ぶんです。他の女子社員の A ちゃんとか F さんとかアルファベットで呼ばれています。それで D ちゃんはもっと F さんみたいにスケールのでかい女になれって言われるんですけど、意味が分からなくて。それってセクハラなんじゃないのか。あなたの言葉や行動で傷ついている人がいます。気づいてください。一刻も早く。一人で悩まず電話してください。